切られた時の中でどれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの想いをどれだけさなえに伝えられるだろう。寿司がさらえ浮いた。一人じゃないから寿司がさらえ守るから強くなれる。もう何も怖くないよ。時が眺めてく瞳と共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。説明する言葉も無理して笑うこともしなくていいから、何かあるならいつでも頼ってほしい。疲れた時は胸を貸すから、どんなに強がってもため息くらいする時もある。立ち上がればまた動き始める。一人じゃないから優しがさらえ守るから、さらえの笑う顔が見たいと思うから、時が流れてく痛みと共に優しく照らしてくれる。時に人は傷つけ傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど、自分だけのストーリー作りながら生きてくのだから、ずっとずっと諦めないで。一人じゃないから優しがさらえ